3分コマットクラブ。はい、もう恒例な感じになってるんですけど、はい、これは、うん、まあ、いわゆる3分でちょろっとできる日常的に取り入れられるトレーニングやろうよという感じなんですけど、今回は、まあ、本編もそうだったんですが、お尻をテーマにやってきたので、ちょっとお尻を重点的に攻める動きでコマットトレーニングやりたいと思います。はい、どんな動きかっていうと、ちょっと簡単に言いますね。まあ、四つん這いになっていただいてですね、しっかりこの背中ムニューとかならないようにしっかりと伸ばしてください、うん、で足伸ばしますね。でこの伸ばした状態でまずこう上に上げ、で元に戻し、上に上げ、元に戻し、上に上げ、元に戻しを、これ両足やるという動きをやった後、同じく四つん這いでこの横にグッとグッとグッと開く、この動き、はあ、体が硬いとさぞしんどいという、さぞしんどいっていう動きと、うん、で最後がこのぐるんぐる回す、この回すんですよ、この足伸ばす必要はありません、こう曲げた状態でぐるんぐるん、この股関節可能な限り動かしてみてください。ただこの時一回一回つけないようにね、やってもらえたらなと思っています。でそのこう開いた動作の後ですね、これもあります。まあ、後ろにカールというか、うんうん、後ろにこうギュッと引いてもらいます。これつま先伸ばしたままこう曲げると、これお尻意識ですよ、お尻をこうギュッと畳むみたいなイメージでやってもらいたいなと思います。この4つの動作を踏まえて3分コマットクラブいきたいと思います。はい、じゃあ僕はこちら側を向いて、じゃあ僕はそちらの側を向いて、ちょっとフォームの方ですね、それぞれ反対側ずつから見てください。はい、それではいきます。まず足伸ばして、ヒュッヒュッ、そう、ウィークン、その通りです。綺麗なフォーム。それで、早速行きましょう。行きますよ。ミュージック、スタート。伸ばして、伸ばして、上げて、上げて、よいしょ。もうちょっと。ああ、これ、ちゃんと姿勢保つと来るね。きついですね。行きます、反対。はい。よっ。よっ。す、お、いいお尻になりてえな。いや、なりたいです。すっ、うん、よっ、ラストアップ。ジュー、い。ミュージックスタート。横に開いてください。その際足を地面につけずに浮かせたままやってみましょう。上半身の姿勢が崩れないように注意してください。あー、これ釣りそう。反対、はい、はい、いや、効きますね、これもうちょっとだ、頑張ろう、はい、よいしょ、体よ、開け、すん、ミュージックスタート。はい、伸ばしたところから曲げていきます。ひょい、わあ、お尻意識ですよ。おお、これでお尻が上がるんや。反対、はい、ひょい、ひょ、効いてるかい。いや、効いてますよ。ああ、効いてますか。めちゃめちゃ、ああ、もう2センチぐらいお尻が上がったよ。めちゃめちゃ上がってる、それは。よっしゃー、お疲れ様って。ミュージックスタート。外回しから4回4回でね、切り替えていきますよ。さあ、次切り替えですよ。 OK、 反対、あ、これ難しい。逆足ですね。はい、おい、逆、こっちね、こっち、よいしょ、切り替えです。おい、おい、完璧だね、植木くん。数だけ数えてますよ、今僕は。よし、最後、お疲れ様でした。みんなできましたか。お尻効いてきましたね。ぜひご自宅で実践してみてください。以上、3分コマットクラブでした。バイバイ。